お姉様何してるの？ラジコンの操縦だよ。そうなの、私にもやらせてよ。ダメ、私が楽しむまで我慢してなさい。たまには私にやらせてくれてもいいじゃん。ふん、こういう時は妹は我慢するものなのよ。わかったら黙って見てなさい。うるさい、私にやらせろ。わわわ、こら、話せ、私が操縦するんだよ。ああ。トロフィーゲットおめでとうございますお嬢様。なんていつもこうなんだよ。ということでゴーストリコンワイルドランズ、まさかのミッション2行きますよ。ということでじゃねえんだよ。なんで私の扱いいつもあんななのさ。前回のミッション1で単発投稿になるって言ってたのにね。こら、無視すんな。てかさっきはよくも邪魔してくれたなフランコの野郎。今回はどんなミッションをこなしていくのかしら。実はこれといって決めてないので、とりあえず企画の落ち物拾いやサブミッションをやっていきますよ。おい、私の話を聞け。ちなみに前回から30時間ほどプレイしたところだよ。まだストーリーのターゲットの半分も抹殺できてないわ。お願い、私を無視しないで。レミリアさん、さっきから実況と関係ないことばっかじゃないですか。今回はレミリアさんがリーダーなんだからしっかりしてくださいよ。ええー、さあお嬢様、どこに行きましょうか。ちょうど物資輸送中の敵がいるから奪おうよ。突撃。ちょ、私まだ何も言ってない。てかバニーでどうやって物資奪うの？私しか相席してないじゃん。頑張ってくださいね、お嬢様。妹様、私とサナエは後から合流しますので。ふざけんなよー、早く加勢しなさい。サクヤー、だったらバニーから降りてください。そしたら瞬間移動で追いつきますんで。降りたら獲物逃がしちゃうじゃんかー。お姉様早く道路に出てよ。このままだと本当に逃がしちゃうって。レミリアさん、逃がしたら承知しませんよ。お前ら私と敵どっちを追い詰めようとしてんのさ。ちなみに現在真夜中で見にくいのでナイトビジョン着用中です。実況動画としてこれどうなの？レミリアさん緑一色ではつまんないです。緑一色なさないに言われたくない。もっと動画チョイスは慎重に行ってくださいよ。あーまあれ、私が選んだんじゃないわー。やっと獲物止められたよ。よく一人で頑張ってくれましたね妹様。ちょっと私も頑張ったよ。お姉様交通事故誘発してただけじゃん。おかげでトラック爆発して報酬半減ですよ。お嬢様、次はちゃんと4人乗りの車でお願いします。私もリーダーやめたよ。お姉様なんか辛そうだね。お嬢様どこか体の具合でも悪いんですか？うるせえ。今度はこのガソスタで情報収集しましょう。この地方に入ってまだ間もないですからね。あのびっくりマーク調べればいいのかしらね。お姉様そっち発電機。え、経験値入るから止めとこうかなと思ったんだけど。この世界の発電機止めると人を撃ち殺した時の10倍の経験が積めるんですよ。でも30レベルでカンストですからあっという間に成長止まっちゃいます。500歳のばあさんだからね、仕方ないよ。え、なんか言った？さすがですね。まさか耳も遠いとは。お嬢様青木を確かにいい。ねえ、昨夜どうしちゃったの？さあね。あ、情報見つけましたね。今回は武器パーツの情報を選んだんだね。後で取りに行きましょ。今度は未開の地を探索ですね。まだまだこの地方の情報は足りないからね。情報集める前に敵が何人かいるみたいだから排除しよう。まだ何もしてないのに視線を感じる。それはお互い様ですね。よく見えないからとりあえず撃つわ。ステルスしてる意味がない。いやー、溢れてるカリスマのおかげでステルスしても関係ないからね。なんかたわごと吐き始めちゃったよ。妹様、そこはさらりと流してあげましょう。優しさの中に諦めを感じるんだけど気のせいかな。よし、落ち着いたからラジコン飛ばすぞ。オープニングの再来はやめてくださいね。あれは私のせいじゃない。本来はこのドローンで作敵してからことに臨むのが基本だわ。ドローンのスキル上げると爆発や電子機器破壊、陽動なんかもできるようになるよ。まあレミリアさんには使いこなせませんけどね。あんたに言われたくない。てか早くこんなとこ全滅させて先に行こうよ。ああ、外れちゃったー。さっきから適当に撃つからそうなるんだよ。昨夜さん、レミリアさんの尻拭いは頼みましたよ。いやー、それがお嬢様の指示がなければほとんど何もできないんだわー。これが。そんなことはいいから早くあいつを倒すの手伝ってくんない？もう完全に見つかった方が早いよね。突っ込めばいいんでしょ、突っ込めば。今増援ですか？敵あと一人ですよ。私を呼んだか？全くしょうがないわね。手伝ってやんよ。あ、ごめん、今片付いたわ。もう用はないから消えなさい。せっかく来たのに。ふざけんなよー。この小屋の物資全部よこせー。ダメ、この小屋の物資と情報は私のものだ。てかなんで霊夢と妖夢が現れたの？さすがにミッション3はないだろうからってことで反乱軍に入隊したらしいわ。よし、この小屋の情報と物資は手に入れたし次に行きましょうか。というわけでさようなら。もう出番終わりなの？またんかーい。私の要求がまだまだこんな程度で済むと。さあお前たち、車に乗った乗った。またお姉様の運転で行くの？ふん、私が先導しないと何もできないんだから黙ってついてきなさい。
先導するのは仕方ないですけど、せめてちゃんとした道を走ってくださいよ。仕方ないとか言うな。もうすぐちゃんとした道に出ますよお嬢様。やっこーい。ところで今度はどこに向かってるの？今度はこの地方のメインミッションの情報を探しに向かってるところだよ。まだ 1.4 キロもあるんですか？結構遠いですね。ファストトラベルできないんですか？まだ来たばかりだしね。まあ新しいエリアに入ったらまずは車で回るのもこのゲームの醍醐味だからね。ゆっくり行きましょう。て稼働が切り取れば済む話だよね。フランダマレ。って何急に道外れたりしてるのさ。ショートカット。ただでさえアクロなのにさらに揺れまくりで首が痛いですよ。大丈夫よサナエ。今は私たち首しかないんだからムチ打ちの心配はないって。私たち首しかないんですか？てか最近の実況ではいつもそうじゃん。気づいてなかったの。はわわわわ。ここのショートカット一体どうなってんのさ。頭の刺さってるやつしかいない。よし、着いたぞー。さあ、次はどのように攻めるのですかお嬢様。もちろんバレないように静かに一匹ずつ隠れた。下手くそ。全く隠れる気がないようですね。やっぱり私からにじみ出るカリスマがバレる原因だと思うんだ。そんなザレ事はいらないから。妹様、お嬢様からカリスマを取り上げたら何も残らないですから触れないでおいてあげてください。うん、お姉様のカリスマより昨夜の月のがいらないことがわかったよ。準備はいいか？撃て。コピー。よし、私に任せてくださいよ。撃って撃って撃ちまくれー。痛い。ごめんなさい、ちょっとタンマだってば。大丈夫お姉様。吸血鬼だからちょっと待てばすぐに回復すると思う。いや、まあそうだろうけど、いっそ死んだ方が楽になれるんじゃないかなと思ったんだけど。動画的にもその方が映えますもんね。そうはさせないわ。お嬢様が言ってあげてもこの私バッグを脱がして傷口をペロペロして心臓マッサージに加えて人工呼吸をして見事お嬢様を蘇生してみせた暁には私が良い昨夜は天に召されるであろう。昨夜死んじゃダメだって。てかほとんど願望だよね。キモいですね。それと表現とか大丈夫かな。さあ、このゲーム自体 Z 指定ですから別にいいんじゃないですかね。よし、これに敵の情報が載ってるみたいね。残念だったね昨夜。ペロペロできなくって。なな何のことでしょうか妹様。よし。川沿いに停泊してるカルテルの潜水艦の位置がこの地図に記されてる。急げば次の密輸までに奴らを潰せるぞ。ということで今回の動画はここまでですよ。ご視聴ありがとうね。結局ほとんどナイトビジョン。お嬢様、吸血鬼なんだからナイトビジョンいりませんよね。実際のプレイ中にそんなこと考えてるわけがない。